ブーブーブーかわしながら、あーこの辺までやってるから。いや、まさかの、まさかの、まさかの友達か。面を巻く遊戯、顔から逃げるゲーム、新1年生の方、おめでとうございます。入学という今回はちょっと新たにですね、今回からあのロブロックスというプラットフォームがあるんですよ。ご存知ですか、ご存知ですかね、皆さん、ええ、これ今小学生がすごいやってるらしくて、世界的にかなり来てると、はい、我々が放った忍びたちが持ち帰った情報によると、そうなんです、これが本当に常々ね、いろんなところに我々忍び放ってるんですけども、はい、これが来るという情報がかなり確実に、はい、みたいですね、はい、うん、入ってきました、ということでございまして、飛びついて我々もやらせていただきます。まあ、そのロブロックスというのは何ぞやということなんですけども、これがそのなんて言うんでしょう、この電子遊戯集みたいなことですね、いわゆる新古今電子遊戯集みたいな、あ、集まりね、集める、あ、はい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 、はい、新古今なニュアンスですかね、いろんな人、本当に世界中の別に誰でも何でもないゲーム会社所属してない人たちがゲームを作ってここにあげる、 それを世界中の人たちが遊べる、中には無料のやつもあるということでございまして、読み人知らずの歌みたいなこと、読み人知らずだらけ、新古今電子遊戯集、はい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 、こっからスカウトされたりとかもあると思うんです。火がつき始めてるということで、はい、流行ってるということなので、今日はこの一つ一つ、はい、顔から逃げるゲーム、これがなんかちょっと今話題だということで、面を巻く遊戯ということで、まあちょっとこの窓絵のとこ見てもらったら分かると思うんですよ、大きい縄首がちょろっともう切れちゃってるんですけども、大きい顔が追いかけてくる、これは多分イニシエにね、このなんて言うんでしょう、この首切られた、晒し首を、晒し首にされたこのねものの二つですかね、まあ、まさかどとしましょうか。まさかどの生首から追っかけられながらこの迷路を脱出するというゲームでございます。まさかどは京都で首はねられて東京まで首だけ飛んで帰ったという伝説、江戸まで。それがまだ、はい、大手町のまさかど神社にそのまさかどの首塚というものございます。大手町かと思いきや全然まだこんなうようよしてます。大手町には眠ってない説もあります。何体もあるってこと、はい、まさかどが。まさかどの音量から逃げましょうということで、じゃあ早速やってみましょう。今回からちょっとあの和風強めでいかしてください。はい。大体いつもね、シャープ1は和風強め。前案件した時のコメントで和風強いのが高評価やったから、はいはい、やっぱり和風強めで生かしていただく。いざ出陣、ブーブーブー、大人の意見が入りました。参りまするか、和の趣を強くして、さあこれ今まで違うのはこの操作感ではなく電子この押し板、うん、指押し板が、うん、電子指押し板なので少々やっぱりこの、かじられりんご型のね、操りが難しいんですよ。まあまあ、とこのネズミね、お手元ネズミ、はいはい、お手元ネズミと電子指押しでやるんで、指押し板、それがちょっとね、もう私らの世代からしたらこれなかったね、これは。これ沖縄のパソコン教室、見た目はそうなりますけどもね。あれ？さあ、まあまあ沖縄のパソコン教室と思って見ていただければね。おじいちゃんね、孫とオンラインでね電話したいので、もう早速やっていきましょう。いざ参ろう。ええ、とにかく顔から面から逃げる、生首から逃げる、それだけのことでございます。落ち延びるということじゃな。見てください、これ簡単なちょっとしたこうからくり屋敷みたいになってるんじゃな、ええ、はははうん、このからくり屋敷を解いて奥まで行けば、うん、いいね、この角度いいね、ゲーム配信者みたいな角度、はい、そういうことです。いいぞ、この視点、うん、ね、どうですか皆様、見ていただければ、いよいよ皆さんその角度どういけばいいのか、だいたいここでもう頭に入れてください。まあ、この迷路の右から回って左から回っていく感じですね。城下町の迷路見えますでしょうか、今これ生首が成仏せずにうろうろしております。あ、これいろんな人がもう、そういうことでございます。同じ世界に、そうそうそう、今これ今やってる人ってことじゃな。今やっております、今現時点でやっております。これ多分ね、わらべなんでしょうね。さあ行ってみましょう。忍びの三島出陣でございます。敵に見つかることなく本丸へたどり着けるか、はい、はい、さあまずは城壁を登る。さあ、いますな、
黒ずきんとかにした方が良いかな、この赤ずきん。いや、目立つから良いじゃろ。この方が分かりやすいじゃろ。いやいや、見つかるじゃろ、その。いやいやいや、逃げる勇気。誰が末広がり図なんかなっていうのが分かりやすい。それより逃げる勇気やから。さあ、流行ってるな。かぶってる。流行ってるな、この赤ケイト帽子。理論崩れた。流行ってるんです。理論崩れましたな。さあさあさあ、赤ずきん、三島。赤影とでも言いましょうか。忍びの兜でございます。赤影の三島。もう赤影の三島。もう説明。まさか終わり？終わり？何？今のでしまいでございます。赤ったらあかんねや。まさかとですか、そら。もう呪いにかけられてる。そういうことです。まさかのハゲておったの今の結構まさかのハゲておったのハゲってたのは、まあ、ここのそのね曲げというか、あ、曲げ酒焼きの部分でしょ、曲げを切られたということでございます。そうそう、武士の命である。さあ参るぞ。さあここをね、まず登りまして、もうここぐらいはそりゃそうじゃん、ここはもうまだまだ序章じゃから。いや、この、うん、あ、おるおるおるのおるけど、この辺はもう余裕でかわしながら、あー、まさかのまさかの林やられた後の何で、あのうっすらぼやり、生首がもうはっきりせえへん、生首がぼやーっと出てくるこれだけの話だろ、だからその難しくも何ともないやんか、簡単じゃな、うん、ここを何回も見てます。ここは登らねばなるまいな、うん、左から行ってみようか。ああ、そうじゃな、迷路。おお、まさかどー、もうよい、もうよい、もう生首、まさかどはもう来るから襟足見た、まさかどの襟足見たか、見ることも分かれて、意外と赤毛やった今のはね、襟足を見せたかったという、おしろいに紅も控え引いて雅な方なんじゃな。ちゃんと見ろよ、ここでどこにおるか。一回ね、おるや、もう下におるや。はいはい、まさかどがいました。まさかどどっち向いてる、まさかど赤毛じゃな、赤毛のまさかど。あ、なんかなんぞや、人の会話も出てくる。そう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 、今これ喋ってるってこと、誰か、これ今そうです、あれまさかどってこといや、あれまさかど喋ってるわけじゃない、うん、ついてきた、死んだ、ありがとうまさかど同士の会話ではね、まさかど同士右ですよね、もうこうなったら、え、もう回避できへんってこと。いや、このね、跳躍があるんです。そう、何、どうやって言ってんのそれこれめちゃめちゃ難しい、何押したら橋本さんもう跳躍するんなら、この視点切り替えは私はできません。うんうん、何と何のボタンを、え、横で絶命した一人、跳ねて死んだな、今落ちたんか下に、いきますね、うん、あ、もう次から次と、うん、おっ、まあ、人まず、あ、人生かして、おとりにして、そう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 、来るぞ、坂本来た、もうこれ覚えろ、もう一匹来るから、あー、ちゃんと逃げる、あの赤いとこなんか登れそう、あー、止め止め止め、いやー、とりあえずはここ安心安心、あっ、絶命されてる、あー、そう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 、どこにおる、まさかど、あー、おった、すごい力ばっかり、まさかど、ちょっとね、勝負成仏できてないんで、あいつも壁に顔こすりつけて、がっかりしてるよ、取り逃がしてしもえた、まさかどがいますな、まさかど髪の毛少ないな、やっぱり猫毛じゃな、猫毛じゃな、張り付いておるな、毛量は多いねんけど、さあ、生首がもううようようしております、うん、あ、うわうわ、早っ、意外と早い、そうそう、早いやつもいる、うん、早い、まさかどこれアイロンヘッドナポリじゃない、遅い、まさかどアイロンヘッドナポリ、これまさかどです、まさかどや、あ、気をつけろ、すぐ、あ、もう、もう登れ登れ、あー、あかんかん、もうあかんわ、あ、逃げた、おお、いや、ふざけないでください、こっちです、よいよいよいよ、私は道を見ていました、道見てるぞ、来るぞ来るぞ、あかん、どこ向いてんねん、向き直せ、あー、方向転換、くそー、方向転換、まさかのは、ずっと同じとスイスイ来るの、ずっと同じとこ向いてこう行ってるから、めっちゃむずいね、やっぱ操作が、こう視点こうずっとあっち見てるよ、普段こっちなんで私、これ全然違うのよ、どれで視点、どれでどう動いてるの、視点はこっち、ネズミ、ね、前走るのはこの W 手のボタンね、うん、手で、左が C、 薬指でやってるお主、薬指でやってる、こんなんしてるってこと、そう、視点はこう、あ、じゃあそれで視点やればよいじゃろ、視点やんのがむずいのよ、こっちの 4本と、いやいや、そんな小室哲哉じゃないやろ、小室哲哉はもうこの辺まであるから、そうそうそう、小室はこの辺までやってるから
あ、じゃあ右をあのこっちにしたらいいんじゃないの。こう。そう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 。小室やんけ、もうそれ小室やん、こんな逆光やん、もうそうそうそう、小室じゃろこれ、左でしてもやれって言ってどういうことやん、意味がわからん、何じゃ右利きやろ、もうこっちの方がよく使われたら右でここを押したらええやんか、入れ替えて、どういうことだ、なんで手もついていくのなんで手もついていくのこれ、えな、なんでこう、そうやろ、教えてくれよ、わかるやろ、それで行きやすいちゃう、なるほどな、さすがおぬし参謀じゃな、視点がうまいこと言ってないよ、いやいや、ノスはもう何を言ってるんや、視点もいいいや、あの気になんね、その後ろの情報ずっとこっちしか見てないから、いきます、頼むぞ、お主、これでちょっと進化します、まずは見る、生首がいないかどうか、横とか見たいからね、こっちはもう死にたくない、恥ずかしい、恥ずかしい、もう視点やばいぞ、そうそうそう、視点見て、視点、一緒一緒、視点して一緒して一緒、左で死んでる、左で死んでるから、どうぞ、うわいやいや、戻す、やりにくい、やりにくい、やりにくい、戻すわ、いい、なんか意見くれたけど戻すわ、あかんの、しばらく髪来てはれへん人おるな、あ、これ落ち武者やな、これこれは早う散髪行った方がよいの、この方こんな、これ1の1じゃろ、これん1面の、うん、恥ずかしい、もうここで、こんな見てよ、ちゃんと通路、順路、右から行って赤いとこ登るやね、そう、まずはそれね、視点大事、視点、もう視点も死んでもいいから、もうその視点の練習も入れていってよ、そう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 、うん、視点の練習やん、いや、ここで視点の練習で死んで、うーって言わない、合体した、合体した、神伸びたやんか、合体した、髪伸びてるって、もう気持ち悪、ここでちょ視点やっていけよ、視点、視点やれよ、じゃあ視点、視点言うなら何、視点って何、視点、視点、視点って、ああ視点長ですか、いや本店の成績もね、こっちは本店でやってんねん、動き悪いな、本店に言うなよ、視点がむずいな、これ確かに、頼むぞ、じゃあ、俺がやるってこと、もちろんやん、別に分断でやったらええから、そんなもんいやいや、そう、お主が行きたい、いやだから支店、支店長さんうるさいやん、すごく、いや支店の成績が、自分が向きたい方にやっていってくれって言って、支店の成績が引いてる、俺そしたらこっち両手でできるから、もうかなりいいから、これ見たい方やってね、支店で、はい、もちろんもちろん、もう皆さんが見たい方を見るから、もうそ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 う、うん、でまさかのいけるよ、いける、諦めんなよなんで諦めてんだよ、あ、でもよかったね、今視点、いや、二人でやった方がええんよ視点、視点、変な方向いてる、とにかくこの検討帽子の後ろがこっちに映ってるよ、お主が息進んでる方向いてたいってことやろ、そう、それ頼むよ、うん、こう行ってこう行ってこう行くから、前だけ向いときたい、その後ろ見たい時あるやん、その、いや、もう後ろ振り返れへんねん、自分かっこいい自分後ろ振り返りませんので、三島達也首硬いだけやろ、さあ参りましょう、うん、いざ出陣、よしよしよし、ちょ、もう1の1やから、ここおるな、右に、左におるから、だから大きく回るから、あかあか、あまず1回、あ、視点悪いな、いや視点よかった視点は最高やった、いや今もうここから来られたから、いやそれ見ろってこと、後ろ見るよ、じゃあ一旦いや そこ臨機応変に頼む、まさかど来たら一応まさかどの方向くよ、じゃあまさかどおったらまさかどの方向くわ、じゃあ参りますぞ、いざ、よしよし、まずここ一体、はい、まさかど、まさかど、まさかどの方、まさかどの方向いたらまっすぐ行ってんねんから、視点でこうなって、あ、まさかど連動してんねん、こう向いてこう行かれへん、無理ないよ、まさかど、いや、こう向いた時は俺がこっちにこうせなあかんよ、なんだ視点でまさかど見すぎたら、俺まっすぐ押してるから、いや、まさかど、まさかどに行ってたやんか、いや、まさかど、まさかどこう行けよ、まさかど、友達か、まさかど、いや、それまさかど、まさかど、知り合いか、まさかど、こう行けよ、こっちは、まさかど知り合いやんか、もう、まさかどってやれよ、見たらあかんの、一瞬見てるけど戻してほしい、いやいや、そうだ、まさかの知り合いじゃないやろ、いやいや、もう知り合いやろ、だいぶ
どんどん行くな、これやっぱ小学生やな。参りますぞ。はい。いや点すぎる点すぎる点すぎる。これぐらいな。あごまさかどまずいます。うわうわもう飛んで逃げれるよ。飛ぶわ。飛ぶ。忘れてた。飛ぶ。飛ぶ飛ぶわ。恥ずかしいからこれ。もう誰も笑ってね笑われる。みんなこんなもんさっと行くから。あ、行けそう行けそう。あ、なんかここ空いてる空いてる。空いてる空いてる。まさかのほら。よしよしよし。まさかのほら。こう行くから。あ、こう行く？こうな。あ、ほら。ちらっとまさかの見てる。なあ、まさかの見てる。ちらかのどうする？ちょっとチラ見してるね。誰かこう来て、あいつが引っ張られるのを待つか。あ、なるほど。来て来て。あ、行った行った行った。今行く。そっちでいいねんな。こっちこっちでいい。うわぁ止め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 、あすよ、なんなんだもん、粉々なんねああ、ごめん、変な押したああ、ごめん、変な押したいっていっていってもなんかパッて戻して、戻して戻していろんな動きしてるよ、あの黄色いやつ、まあ、ほら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 、うん、もうあんなにせえよ、虫踊っておるよ、あれだから課金え、課金、おおすごいすごい、課金見に行くか、課金、ちょっとお主これどうなん、こっち支店長交代、本店行ける、お主後ろ結構対応した方がいいんちゃう、いや後ろ押してんねん、でもこっちで移動するから、支店移動されたらもう後ろもほら分かる、逃げる方向変わってるやろ、ああ撃ってる撃ってる、なんか撃ってる、いろいろ、あれ銭いくらあんのこれ、え、まさかどになれるやん人がやってるのかあれ、誰かがあっちで遊ぶこともできるってこと、そういうことや、まさかどになれるんや、生首に、うわ飛ぶやつやな、あれ絶対、あの羽、天使の羽、ララちゃんのランドセルあ、まさかどの面もある、甲冑あるやん、素早さ上昇もあるし、あ、守備力、防御力60秒、ロバックスっていう単位なんや、ロバックス買ってみる、うん、大人やしな俺ら、もうもう子供はね、お母さんに相談してからちょっと買ってみてどんな感じなのか、どれにする、まあ2万2000マークいっとくか、そうですね、さあ、うん、大人やな、うん、まあじゃあ800ぐらいにしとく、とりあえずまあ3万のやつでもいいけど、3万のやつ、うん、ちょっとまだ1回目でやるやつおらんけどロバックスが何なのかまだちょっとよく分かってないんで、ね、あ、そう、高い服を買う、これにしますか、じゃあ高い服を買ってもこれにつなってんねん、はい、おっおっ、はい